こんにちは。皆さん、ネズミ捕りは知っていますか？まあ名前の通り、ネズミを捕まえるための罠ですね。調べたら、何種類ものネズミ捕りがありましたが、私はこれが一番好きでした。ネズミが恐る恐る餌に近づくと、ネズミの重さで足場が回転して、バケツに落ちちゃうやつです。シンプルソリューションですね。餌を固定しておくとなお良さそうです。でもネズミ捕りと聞いて、パッと思いつくのは、やっぱりこれですよね。これ、バネ式ネズミ捕りです。ということで今回は、このネズミ捕りの仕組みを紹介していきます。では行こう。まずはその動きを見てみます。ネズミちゃんが、飯を見つけて食べようとすると、捕まります。もう一回。餌の上に少しでも体重をかけてしまうと、捕まります。なんでこんなことが可能なのか、詳細を見ていきましょう。バネ式というだけあって、中央部にはバネがついています。このバネにより、黄色い部分は常に餌置き場の方に倒れようとします。罠をセットするために、手で無理やりこっちに一旦移動させます。次にこれです。これは見てわかるように自由に動きます。これを、こっちにグイッとやって、餌置き場に引っ掛けます。絶妙にうまくいくようにしました。これでセット完了です。バネによりこの部分は上に持ち上げられようとしますが、餌置き場の方に引っかかっているので、これ以上は持ち上がりません。実際は、もうちょっと鍵爪のようになっていて、引っかかりがわかりやすいかもしれません。この状態で餌置き場の上に体重がかかると、引っかかりが外れて罠が作動します。どうですか？一見複雑に見えても、細部を順番に見ていけば、意外とわかるもんですね。でも、ネズミ捕りは複雑には見えませんね。